旧氷上郡各町村組合立高等、小学校高等小学校は、明治維新から第二次世界大戦勃発前の時代に存在した後期初等教育、前期中等教育機関の名称。略称は高等科や高小現在の中学校に相当する、尋常小学校の科目に、趣向、実業、家事が加わる。高等小学校はあくまでも、 初等教育であったために、同年齢の旧正中等教育学校生徒が、英語や漢文を学んでいるとき、高等小学校に、それらはなく、数学ではない算術を学んでいた。ただ英語などは学校によっては教えていた。1936年の統計では尋常、小学校卒業者の66%が進学した。また、旧正中等教育学校の受験に失敗した。 浪人生も進学していて、受験予備校の役割もあった。卒業者の半分以上は、就職や家業を継ぐなどしたが、旧正中東京育学校や市販学校への進学もあった。特に市販学校については、学費が無料であり多くが全寮制であったため、成績優秀であるが、経済的な事情から旧正中学校進学を断念した生徒が多く進学した。AB 自転昭和戦前期の日本377ページ。国民学校例等戦時特例。第2条 AB、自転昭和戦前期の日本378ページ。江里川春わ高等小学校における英語化教育の目的と、その変遷、小学校における英語化教育の歴史。鈴鹿工業高等専門学校、起用1993年。ありがとうございます。